模様じゃなくて、そうです、模様じゃない、非常に重要なところに、そういうことか、うん、これプライベートでもいいですね、うん、すごい面白い、いつもお世話になってます。リサクの YouTube の時間やってまいりました。どうもありがとうございます。はい、こちらご覧ください。皆さん、はい、このまま絵の通りですね。はい、こちら、京セラ料理さんが出しました 18V の充電式なんですけども、名前は充電式ポータブルウォッシャーですね。型番 BPW-1800L1L1 でもいいですね。こちらバッテリー式の、簡単に言うと洗浄板になります。はい、車だったりお墓だったり、まああとは工具でもいろいろ、まあ道路がついた汚れとかを飛ばすという、電源が取れないところで使えるっていう商品になりますんで、まあ今回こちらご紹介しますんで、よろしくお願いします。はい、じゃあちょっと中身の方、この箱から出してみました。で、こちらが本体ですね。これが本体で、あとは先端のこうノズルというか、この部分と、あと延長ノズルみたいな、これはこのようにお使いいただきます。延長と、あとはホースですね、こちらの方が入っております。そしてバッテリーと充電器の方も入っております。バッテリーは 18V の 1.5 アンペアですね。こちらが入っているのが内容になります。で、実際ちょっと組み立ててみたいと思いますよ。よいしょ。このノズル、これちなみにこのようにも使えますね。短く使うこともできるし、ちょっとまあ長く使いたいという場合ね、このノズルをこのようにしてつけてもらって、そしてこの先端の部分をつけて、これで OK か、あ、ごめん、しながら、あ、ごめんなさい、これで一応 OK ですね。はい、で、ここの部分、これがですね、つけていただいて、はい、これで OK ですね。よいしょ。で、これ蛇口からも直接取ることもできますし、例えば水の、水源の取れないところ、例えばバケツとか、あとポリナックから水取ることもできますので、これもついております。はい、で、ここがカバーになってますね。はい、まあ水に濡れないようにこのカバーがついてるんで、ありがたいですね。で、このバッテリーをここに差し込んでいただいて、これで電源 OK です。はい、で、ここでカバーしまして、これで準備万端ですね。はい、で、この先端の部分が、これ実は、1、2、3、4、5段階でモードの方、出し方ですね、水の出し方を調整というか変更できます。はい、で、この部分がトリガーですね。トリガーで、おお、今動いちゃった。で、ここでハイとローで、パワー調整が2段階で決められます。はい、で、連続使用時間がハイの場合で、15分間連続で使用できます。そしてローにした場合だと40分お使いいただけます。はい、で、重さも軽い、これがバッテリー込みで、1.8 キロなんで、なかなか結構軽いですね。で、このいいモデルの特徴、このモデルの特徴は、2.4 メガパスカルでパワー強めになってます。はい、1.5 以上とかになると高圧洗浄機っていうような括りになってしまうらしいので、こういう持ち運びできるタイプでいうと最強クラスなのかなっていうことで、パワーも強くなっております。で、まあ実際にですね、これを使って、現場でちょっと洗浄というか、いろいろやってみたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、じゃあやってまいりました。こちらお墓ですね。はい、こういった洗浄ガンをお買いになる方が結構よく使われるのが、こういった、ご先祖さんのお墓の掃除ですね。通常だとバケツを持ってって、そこに雑巾持ってきて、こういったふきふきってされるんです。うちもやってましたが、これさえあればですね、あとこの水源ポリタンク、まあバケツでもいいです。はい、これで水確保 OK。 そしてこの中にバッテリーが入ってますので、これもで電源も OK なので、あとはトリガーを引いて、お掃除っていうことで、非常に簡単にお使いいただけます。はい、じゃあノズル設定、今0度、これが一応直線のビームモードですかね。これでやってみたいと思います。いくつか変えられますからね。はい、こんな感じで、まずはじゃあこれでいってみたいと思いますよ。はい、じゃあ行きます。失礼します。トリガーオン。どうですか。
はい、丸がこのようにですね、綺麗に、高圧のパワーというかですね、水のパワーで汚れが綺麗に落ちてます。もうちょっとここ白くしたいと思いますので、いきますよ。はい。お。これはですね。いいね。はい。はい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 。はい。という感じでどうですか？かなり白くなりましたね。はい。結構これですね、ガンタイプですけどパワーまあまあ強いですね。なかなかいい感じでお使いいただきますよ。あとちょっとノズルのここの変更してみたいと思います。じゃあ、ゼロプラスと、これどんな感じかっていうとちょっと出してみたいと思います。いきますよ。あ、これはだいぶ甘いですね。なるほど、ちょうどのような感じなんで、例えば水やりにいいかもしれないですね。これほら、まあ、別にこれ取ってことないですが、水やりにもいいかもしれないです。今度逆の方行ってみたいと思いますよ。よいしょ。ここに合わせて、こっちか。これだとちょっと15って書いてますね。はい、どんな感じか行きます。じゃあ、この辺行きますよ。あ、これもいいっすね。広範囲に若干行ける感じで、パワーも強めです。はい。ここら辺もほら。あ、近づけると、近づけるといい。近づけるとやりやすい。はいはいはい。いいっすね、ほら、これは綺麗だ。よいしょ。おー、なかなか。じゃあもうちょっと次行ってみますか。今度40っていうの行ってみますね。どんな感じか。あ、広い。これは広いですね。これは皮こんな感じでですね、広範囲に使う感じになりますけれども、はい、かなり広い感じになりますよ。じゃあ次行ってみたいと思います。次は40プラス。かなり後半になる感じですね。ちょっと高めのところで行ってみますか。行きます。お、上路のような感じですね。はい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 。こんな感じになりまして。で、もう一つやると、これがさっき一番やったやつですね。これが一番水やりにちょうどいい感じです。上路。園芸とか、例えばですね、ガーデニングに水やるのにもちょうどいいですね、これが。洗浄というよりは水やりとかに最高だと思います。で、やっぱりこのビームモード、ここですね。これがこんな感じでいいですね。はい。で、今これ、パワー調整ハイでやったと思うんですけど、ローでもできますから、ちょっと変えてみますよ。これローです。音もちょっと静か。これだと持続時間が、パワーは落ちますが、長い時間、40分ですね。満タン、充電満タンの状態で40分間使いますから、持続させて使いたいときはローもいいですね。はい。ただやっぱおすすめは、はい、これです。これがハイですね。ハイだと早い。すごい綺麗になります。はい。はい。今度はですね、ショートタイプに、ショートモードにしてみました。このノズルの部分、ここですね。これちょっと取り外したので、例えばですけど、狙いたい場合、長いとですね、どうしても狙いにくいんで、このように短くしてお使いいただくのもいいかもしれないです。いきますよ、短く。お、はい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 。こんな感じで、しっかり、汚れというか、あ、近づけるといいかもしれないです。はい。こんな感じですね。狙いやすい。で、やってみて思ったんですけど、15と、これが15がこうですね。こんな感じで。これが15。15と、この、あ、ごめんなさい。0。これがおすすめですかね。ピンポイントで、汚れをこうやって、落としたいっていうときは、やっぱりこの0がいいですね。パワー強いですから、解約できる。ただ、広範囲にちょっと汚れてる場合は、15にして、近づけるといいかもしれないです。こうやって。遠くだとちょっと、ちょっと歯を落ちちゃうんで、こうなっちゃうんですけど。ほら、近づけると、はい。ご覧になってわかりますか？近づけると、綺麗になります。パワーが上がりますから。いい。すごい、これ。本当にいい。
さ、圧力は落ちてない。はい、全然。もう10分くらい使ってるでしょ。使ってますね。15分ですけど、あ、もう水がないです。水がタンクの、ごめんなさい、タンクが空になりました。すげえ。バッテリーよりも先に水がなくなっちゃいましたんで。はい、綺麗になりましたよ。はい、ご先祖さんありがとうございます。これは現場でも使います。あの職人さん、例えば道具使って、スコップでも、あの機械でもそうですけど、汚れを落としたりとかですね、あと、ベランダですね、アパートマンションにお住まいの方がベランダがどうしてもこう汚れが気になるという場合に、バケツで水汲んでってやられるよりも、これの使っていただけると、簡単に、できるかなと。あと職人さんで、要は手すりでもそうなんですけども、アンカー打つときにどうしてもきれいにする場合ですね、まあ、アンカー打った後、施工した後に、こういった洗浄ガンで最後にきれいにするっていう使い方もできると思いますので、幅広く、まあうちだとですね、実はうち、あのコウモリが住んでまして、コウモリの糞結構苦慮してるんですけども、鳥さんの糞だったりとか、コウモリの糞とかもこういった洗浄機使うとですね、実際手でこうやらなくても、まあまあきれいにできるかなっていうのもありますので、まあ、これはお仕事もそうですけども、レジャー、車でも、こういったお墓でもいろんな使い方ができると思いますので、ぜひこの京セラ両備さんのですね、充電式ポータブルウォッシャー、こちらおすすめになりますんで、気になる方はリサクワークスまでよろしくお願いします。リサクワークスでは新商品やお得な情報をどんどん流しますので、こちらチャンネル登録よろしくお願いします。